昼時、子供たちが使うのは漆塗りの器。塗られているのは京都産の漆。姿形の美しさを引き立て、耐久性を高める日本古来の塗料です。漆の樹液を精製し塗料にする職人、堤拓也さん。お気に入りのスケボーも漆塗り。気の置けない友達と連れ添うように、いつも漆と一緒です。小学校の時に粘土で焼き物の飛行機作った時に羽が折れたら、それを漆でパッとひっつけて何日後かにはもう治ったものを渡してくれたりとか、でそれをやってくれるじいちゃんがすごくかっこよくて、なんかじいちゃんがかっこいいイコール漆がかっこいいみたいな感じで。藍の町通りに堤さんの工房があります。創業109年、堤さんは現在父隆さんのもとで職人として働いています。これが漆の樹液、荒み漆ですね。荒み漆には木くずやゴミなどが混じっています。そうした強雑物を取り除くため、腰綿を入れ遠心分離機にかけます。こし取った樹液が木漆です。そのまま下地などにも使いますが、さらに精製することで塗り漆になります。木漆の成分を均一にする作業、名やし。攪拌時間や回転速度で乾き方や艶が変わります。この段階で鉄粉を混ぜれば黒漆ができます。電熱器で加熱しながら余分な水分を蒸発させる作業、黒目。最終的な含水率を 2% から 3% に調整します。黒目と名やしからできるのが漆き漆。顔料を加えて朱色などの色漆を作ります。精製した漆をガラス板に塗ります。漆の粘土を指で確認し、乾燥にかかる時間、塗膜の艶、透け具合などを記録します。手間暇かけて作られる漆ですが、需要は年々減少しています。そんな中、堤さんは13年前に家業を継ぎました。よくこんな底の仕事帰ってきたなって、まあ笑いながらですけど皆さんに言われて。それでも前を向いてある取り組みを始めたのです。滋賀県蒲生郡日野町にある北川木工。特殊な技法を使い、江戸末期に途絶えた日野椀を作っています。日野椀はここ日野で作られていた漆塗りの器。工房の主、北川浩二さんが普段使いの漆器として蘇らせました。再生には堤さんの工房で精製された漆が不可欠でした。いろんなものを使ったんやけど、安定がものすごい悪いんですよね。乾き具合、粘土、いろんな条件がもうバラバラになってしまって、そうすると制作するのにすごい手間かかるんですよね。それが堤さんのとこのやつはすごい安定してて、ものすごい使いやすい漆を
提供していただけたんで、それで可能になった。京都市右京区にある子ども園ゆりかご。子どもたちは毎日北川さんが作った日の湾で給食を食べています。小さな手にそっと寄り添う形、日本の赤と黒。本物を子どもたちに伝えていけたらなっていうふうな思いを持っていたもんですから、ただお椀じゃなくて漆のお椀がいい、割れたらダメかもしれないけど、欠けたりしたら直し直ししながら大事に使い続けていくっていうことは子供にもちゃんと伝わっていくだろうっていうふうに思うもんですから、まずあったかさが違います。もう手に持った時の感触が全く違います。やっぱり木は生きてると思います。生きているものが持っている温かさ、そこに携わった人間たちの温かい気持ちが一緒にあるんだろうなって、それは子どもの暮らしにとって大事なことなんだろう。もちろん人間大人もそういうことを忘れずにっていうふうに思っています。はい。漆の樹液は植樹から15年経って初めて採取することができます。一本の木から取れる量はわずか 200cc。 需要の減少に伴い漆をかく職人も減っています。これからも漆を供給し続けられるのか、漆を商う職人として今何をすべきなのか、自問自答を繰り返していた堤さんは2年前、漆の一歩という小冊子を作りました。まずは発信すること、漆の魅力と可能性を見つめ考え感じたことをまとめました。使い捨てとか大量生産っていう時代の中で漆ってものは確かに減ってるんですけど、そんな時代の中だからこそこう人がこう反応できる、そういう力を持ってると思ってるんです。堤さんはさらに新たなプロジェクトを進めています。20代の頃から続けているスノーボードやサーフィンがヒントになりました。こちらは堤さんが制作しているショートムービーのメイキング映像。サーフボードのルーツといわれる木の板、アライアを作るオーストラリアの職人を訪ねたドキュメントです。アライアも漆も木から作られる。大自然へのオマージュを込めて、あなたのアライアに僕の漆を塗らせてほしい。そんな思いから、おそらくは世界初の漆塗りのアライアができたのです。トモさんの周りにはそういう、なんだろう、環境のことを考えた人たちがいっぱいいて、そういう人たちにもやっぱ漆素晴らしいねって言ってもらえて、その漆っていう素材と自然を大切にしたいっていう思いがこうリンクする、人種も超えてこう共感できる価値というか、そういうのを実感できたんですよね。こんにちは。漆塗りの自転車でやってきたのは主西村恵子さんの工房。堤さんは西村さんが勧める京都の木を使って京都の職人が京漆器を作るプロジェクトに関わっています。混ぜて、柔らかい漆の方がいいんですかね。そうですかね。柔らかいやつ。若い主やろくろ木地師がこのプロジェクトで修行中です。
なんか漆のある未来がすごくいい循環を生み出すような、人と漆っていうか人のそばにあるものにまた戻れるんじゃないのかな、昔みたいに。ワクワクしてるって厳しい状況で言っちゃダメなのかもしれないですけど、まあ、正直なところはワクワクしてますね。漆ラブ、堤さんの思いがここ京都から一歩一歩広がりを見せています。